葵に呼び出されたスグリ。なんだかいつもと違う様子の葵に、もしかして、と期待を膨らませてしまうスグリ。待ち合わせ場所、いつもよりもなんだか桃色な雰囲気の中葵がゆっくりとその胸に秘めた気持ちを告白する。好きなんだ。ゼイユのこと。ここだけゼイユが好きな葵と葵が好きなスグリのスレ。そりゃスグリもそうなる。これならゼイユはネリネが好き。ネリネはスグリが好きで面白いことになる。ユリの花が咲き乱れる学園か。誰も幸せにならなくて草。盛り上がってまいりましたな。なんだよこのペンタゴン地獄すぎる。人波乱起こせ。よしこっからハッピーエンドを目指すもよし、バッドエンドを目指すもよしになったな。面白い展開期待してる。すぐり周りは関係性が1回転しがち。この光景を目撃した太郎と赤松と柿翼は何を思うのでしょうか。同性愛なんておかしいと否定しようとするすぐりを、頭ごなしに否定するのは良くないと思いますといつものポーズをする太郎。さすがに茶化すのはまずいと察して、爽快、実るといいなで終わる柿翼。理解が追いついてない赤松。太郎と柿翼は何とも言えない。赤松はポカンとしてるに一票。恋愛関係に第三者が首突っ込んで偉いことになるのを毎年見てきて知ってる柿翼と、実際に面倒な恋愛関係巻き込まれた経験ありな太郎が珍しく意見一致して、何もわかってない赤松が巻き込まれないようにしつつ彼女たちの恋愛に中立として関わらないようにしてそう。なんか見たことある感じの題材だから予言しよう。最終的にすぐり、葵、ゼイユ概念になる。なんなら両思い CP 成立済みにすぐりの横恋母概念でもすぐりも両思いに持っていって乗っ取ったりされるからな。スマホのないすぐりに同性愛なんておかしいって一般的な先入観が備わっているんだろうか。そういうもんなんだって普通に受け入れそう。そして普通に失恋する。スマホのない田舎者だからこそそういう概念は当たり前に思ってそう。北上ディスンじゃないわよ。スマホがない田舎者指定だからセーフセーフ。ゼイユは自分に該当しないならふるさとバカにしてもいいとは言わんだろう。スグリは村の人と全然交流ないからじいちゃんばあちゃんの影響で仮装だけどじいちゃんは優しいしばあちゃんは都会のオシャレカード持ってるイケてる女だしな。人の写真よく見ちゃダメだって、とかいうような性格だし人のセクシャルとかデリケートな部分はないしん、えってなっても突っ込まなそう。言われた時は理解が追いつかないのもあって応援するとか言っちゃうけど、葵と別れてから自分の気持ちとか葵の気持ちとか色々と考えちゃって、応援しようと思うたびに心の中の悪魔に、それで良いのか的なこと言われちゃって散々悩んだり葛藤するすぐり。そう考えている間にもゼイユと話してる時の葵の見たことないくらいの笑顔で脳が焼かれそうになったり、そんなゼイユはネリネに気があるのを見たりしてきたある日、ついに心の中の悪魔の言うことを肯定しちゃって、次の日あたりに葵をバトルコートに呼び出して、もし俺が勝ったら俺と付き合えよって言って葵にバトルを仕掛けてくる、なお負ける。負けた後はバレ出すすぐりを教師陣、ゼイユ、リーグ部四天王で押さえつけることになりそう。その間も、姉ちゃんは葵よりネリネの方が好きなくせに、とかはめいてる。そんな感じの妄想をした、解釈違いあったらごめん。相手の気持ちを考慮せず強さでしか物を語れないの根底では何も成長してなくてよき。気持ちはわかってるんだけど勝負しないと諦められなくて、バトルを通じて気持ちを伝えてくる説があるよね。後編や番外編で多少は成長したけど、結局自分を肯定してくれてる葵やゼイユに甘えてる部分があるんだよね。だから自分の思い通りにうまくいかなくて子供みたいに癇癪起こしてる感がある。結局葵の気持ちもゼイユの気持ちも勝手に暴露しちゃってるみたいだから番外編ごと違って全員元の関係には戻らなさそう。これ見て思ったんだけどエリアゼロで姉ちゃんだって好きじゃん。ってぶちまけたのはやっぱ LOVE じゃなくて LIKE の意味なんだろうな。ちょっと期待したんだけど。英訳だと最初は意地悪だったけど、あっという間に親友みたいになったって言ってて日本語と違って想像の余地がなくなってたわ。まあ、大方手のひら返しの速さを指摘されて気まずいってシーンよね。みたいになったじゃなくて親友ですって言ったら優越できそうだけど本人に尋ねたわけじゃなくて客観的にそう見えるって話だからみたいにとしか言えないわな。でもそれもまた部外者感増し増しでよし。一応だけど Google 直訳を適当に口語風に書いただけだからそこら辺が正確かは責任持てないごめん。Even while you, sis, you, e are being all nasty to, add her at first, but 全部メートル you, e are like best friends in no time at all, だから大体合ってるんじゃないか?みたいには省略できるかもしれんが、暴れるまではいかないだろうけど分かってた、に近い感じにはなりそう。LINE 超えすぎて柿翼がガチトーンで残念だったねしそう。さすがの柿翼でもドン引きしてそうだもんこれは。告白もしてないのにバトルで交際強要して失敗したら一方的にキレて暴れて暴露してるのやつやばいでしょ。ライン越えの茶化しをしない柿翼というレアな概念。ここでは貴重だな。これは番外編開始までに蘇生乱造されたメンヘラスグリルートあるな。
ああそれだ番外編以前の居心地良さだこれ。前後編の頃は本当に楽しくて居心地良かったのに番外編は一時期食欲なくなるくらいきつくて X 赤も消しちゃったけど、このスレ見てると久々に1年近く前の楽しかった気持ちを思い出す。もうこのスレが公式で良いよ。曇らせヤンデレメンヘラエトセトラの要素で理想のスグリをカスタマイズして遊んでたのが懐かしい。